最近お兄ちゃんさ、黒川さんと毎日一緒にいるみたいで、帰ってくるのが日付変わる頃なんだよね。ちょっと電話して聞いて。やぼうあかん。そっとしとき。綺麗な彼女と二人で帰って、いつも遅くまで帰ってこない。答えは一つやろ。H のこと、LINE 読みは禁止だぜ。まあお兄ちゃんはそんなことしない。高校生の子相手にそんな軽はずみに子供ができるような真似しない。してたら心の底から軽蔑する。男の子ならエース、女の子ならアンダー。お兄ちゃん何やってんだお前。俺らの母ちゃんも16で身ごもったよ。受け継がれる意思よ。ワンピ風に言うな。ちゃんとゴムつけろや。無ゴムのだからワンピ風に言うな。ルーデウスかシルフィーとロキシーを嫁にした気持ちが今になってわかる。エリス探しに行こう。ヘキレキ一戦で入会してくれ。ミリス京都に嫁3人欲しいんだよ。音柱みたいに。その3人目の恋人に私どうですか。ここ恋人っていうのは2人で遊園地に行って手をつないでクレープ半分こすることだろ。急にクソなの。今回の劇はアニメ映画も超大ヒット中。泣く子も黙る王道人気バトル漫画、東京ブレードです。主なストーリーは最強の男が封印され、呪われた指を食べた主人公が渋谷を破壊し、すいません、それ本当に東京ブレードですか？はい、東京ブレードです。僕がやる役の最後のセリフが、あとは頼みますね。上半身が吹き飛ばされ死亡とあるんですが、本当に東京ブレードですか？はい、東京ブレードです。東京ブレードです。私が赤の背中に触れて赤の上半身が吹き飛ぶところ、どうお客さんに見せようかね。ダイナマイトってどこで買えるんだろう。自作するしかないのかな。その心配はいらねえ、赤にしゃ。赤くんの上半身がコッパみじんになる爆弾はこちらで用意する。僕がここで学び気づいたことは、劇団ララライはクソだということです。有馬だっけ。遠慮しないでいいよ。遠慮しないでいいよ。ありがとう。キューカリが通っているな。おかげでお前の地帯もよく見える。ほら頑張れ頑張れ。いやおかしいだろ、東京ブレードにこんなシーンねえだろ。梅川だっけ。私との火力勝負のシーンはちゃんと丸焦げになりなさい。アルミンぐらい。いやだからさ、おかしいんだって。これ東京ブレードじゃないだろ。いえ、東京ブレードです。脚本って今からでも直してもらえますか。ええ、まあもちろんですが、どの辺を。どの辺っていうか、その全部。全部。はい、全部です。脚本全部直してください。もうこの脚本で OK いただいて稽古にも入ってる。漏れなく本番まであと20日なのに。ひどいな。人の心とかないんか。本番まであと20日なのに脚本全部直す。絶対絶命ってやつだ。私の中の怪物が言ってる。絶対絶命ってやつはビビるとこじゃない。ワクワクするとこ。脚本全部直せ。これは命令です。催眠に行ってアビコ、自害しろ。自害する必要はありません。先生のご希望に沿わない脚本を上げてしまった私の落ち度です。申し訳ございませんでした。あなたがこの脚本を書いたクソノードですね。はい、私です。ごめんなさい。どう直せばよいでしょうか。どう直せばいい。本当に東京ブレード読んでくれましたか。はい、もちろん全部読ませていただいてます。その上で作品の魅力を引き出すための脚本を読んだ上で。これなんですよ。あなたが書いた脚本のこのシーンは何ですか。死んだはずのアイドルの母親が久しぶりと登場し、息子が指名で封印される。私の子たちは死体に無意味なんてないし、キッショなんて言わないんですけど。でもこの存在しない記憶の兄貴とか面白い脚本ですね。あなた天才ですか。やっぱりこの脚本でいきましょう。本番まであと20日とか関係ない。全部直せ。反対から読んでも赤井はどうして演劇やってるの。別になんだっていいだろう。赤根はどうなの。私か、顔色を伺って答えるなんて真っ平だから正直に言うぜ。金さ、金さあれ何でも出ないからな。でかい家、いい車、うまい酒。人生は金で買えないよ、赤根。反対試験から本題に戻すけどさ、本当に赤山道路は夢とかないわけ。夢なんて言葉で終わらせる気はないが、野望はある男を殺すこと。夢のベクトルがサスケなんてね。でも仮に俺の夢が本当にそうだったらどうする。そのある男ができるだけ苦しんで死ぬように努力するよ。殺意のバイブスがイレン・イェーガー。もし私が、あの夢を叶えたら、ビジネスカップルじゃなく正式に付き合ってくれる。もし俺の夢を叶えたら結婚してやるよ。次の日シグロカワじゃねえ。アクアと結婚したんでな。今は星野だ。なんでって。はあ、そういう意味ね。ある男は私が殺して。殺して冷蔵庫に入れてある。生姜焼きにして食うなり好きにしろ。真犯人ってこんな味か。星野さん、病院の冷蔵庫を深夜に漁るのやめてください。星野愛は欲張り師なんだ。今日は冷蔵庫を攻めて、明日は金庫攻めるよ。欲が巨大マックスしすぎだよ。あと欲張り師もそこまで欲張らねって。冷蔵庫の中にある飯をかっぱらう幸せ、金庫の中にあるお金を盗む幸せ、普通は片方かもしれないけど、どっちも欲しい。星野愛は欲張り師なんだ。いや普通は両方やらねえから。やっちゃダメだから。はははははは、君も見たまえ。この冷蔵庫の中を食い散らかしてゴミのようだ。急に欲張り師から欲バルスに進化すんな。とにかく病院の冷蔵庫を深夜に漁るな。病院食は一般の食事とは異なり、わざわざカロリーや栄養分を考えて。お前ら医者の言う病院食ってのはクソだ。あんな味が薄くて量も少ない飯で満足しろって。え、おい欲ばばばばばばば、その欲は終わらねえ。明日から精神科に行こうか。勘違い女うざい、ハッシュタグ黒川かね、黒川かね、クズすぎてクサと思うのか。これ式のことでよ。大丈夫か。かなり炎上しちゃってるみたいだけど、とりあえず炎上した時は落ち着いた方がいいよ。ほとぼりが冷めるまでツイッターは見ない方がいいと思う。落ち着こう。確かに落ち着いた方がいいのかもな。だが断る。アクア、これは私の問題だ。アクアには関係ねえ。復讐とは自分の運命への決着をつけるためにある。復讐ってお前何するつもりだ。私が炎上したってんならよ、炎がでかすぎるってんならよ、もっとでっかくしてやるぜ。
黒川茜落ち着くんだ、ツイートするな。いや限界だ、ツイートするね。ガガ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 、実にすがすがしい気分だ。歌でも一つ歌いたいようないい気分だ。ガガ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 ガ。黒川茜、お前なんてツイートしたんだ。所詮アンチはハトの群れと同じだ。一羽が右へ飛べば全部が右へ行く。どいつもこいつも周りに流され、私を続きに来た集まりだ。そういうハトの群れをとことん上から支配してやるぜ。司令は克服して必ず殺す、ぶっ殺しやる。どいつもこいつも有罪だ。ツイートしやったぜ。赤子を殺すより楽な作業よ。アンチに勝てばよかろうなのだ。アンチってどうやって勝つんだよ。そんなツイートしてたら火に油を注ぐようなもんじゃあねえか。 SNS を今すぐやめるんだ。 SNS は敵ではない、だが味方でもない、希望なのだ。てめえらアンチから奪うべきものは3つ。私がリアリティショーでやらかした記憶と裏垢と、お前らアンチの命だ。まずは暴いてやる。アンチの裏垢の正体を暴いてやるぜ。お、ファンから DM 届いた。思いつきました、アンチの裏垢を暴く方法を。ディモルト異常にいいぞ。これで私に誹謗中傷したマンモーニたちを晒せるぜ。こんなちっぽけなクソガキに簡単に裏垢の正体がバレてしまったんだぜ。もう一度言う、バレたんだ。お前らはバカ丸出しだ。用意をするんだ、この世に生まれてきたことを後悔する用意をな。屈辱ある死で支払ってもらうぜ。アクアは考えるのをやめた。ほんとムカつくよな、 SNS で誹謗中傷してくるやつ。アクア、怒る気持ちはわからんでもないがな。パパが悪口を言われただけだ。怒るほどのことじゃないだ。いや、怒るほどのことじゃないって、ツイッターでハッシュタグ黒川茜で検索してみ、結構言われてるぞ。ほう、これか。どれどれ、ふむふむ。黒川茜、クズ。黒川茜、ガチキモい。うせろ、立ち切れしとるやんけ。私をディスったからには命かけろよ。裏垢は脅しの道具じゃねえって言ってんだ。立ち切れしとるやんけ。いいか、アンチども。私は先や食い物を頭からぶっかけられようが、唾を吐きかけられようが、大抵のことは笑って見過ごしやる。だから、どんな理由があろうと、私の悪口を言う奴は許さない。立ち切れしとるやんけ。なあ、ビッグ、あ、間違えた。アクア、そろそろ取りに行こうか。アンチのワンピース。立ち切れしとるやんけ。この誹謗中傷を終わらせに来た。この場は、私の顔を立ててもらう。まだ悪口言い足りねえ奴がいるのなら、私の弁護士が相手をしてやる、とツイート。失礼。誹謗中傷にムカつき少々威嚇した。戦闘の意思しかない。ガチ切れしとるやんけ。下地味は死ぬんだ。生きる価値がないんだ。あなた、誹謗中傷犯ですよね。誹謗中傷犯、舐めるな小娘。私は誹謗中傷犯だ。息するように悪口言うのが癖になってんだ。家庭の事情でね。悪口が癖になっているんですか。それは残念です。誹謗中傷が大嫌いな私は、私を守るために髪型カブトムシのブスブスの実を食べたであろうブサイクが飽食している唇ルージャーの特許物を殺さざるを得なくなってしまった。恐ろしく早い悪口、私でなきゃ見逃しちゃうね。あかねー、何やってんだお前。カッパに言ってしまうと、全人類がいいやつになれば悪口という呪いは生まれない。なら悪いやつを皆殺しにする、それが一番イージーなんだ。つくもゆきのカウンセリングでも受けた。もしもーし、もしもしの言い方がしのぶさん。こちらアニマス、こちらアニマス。心を読んで黒川茜、星野への悪口をツイートしようとしらず発見。返す、心を読んで黒川茜、星野への悪口をツイートしようとしらず発見。どうぞ。星野への悪口をツイートしようとしらずがいるみたいで、ピーナッツおごってくれたらソゲキングしてくれるってさ。どうする、ダンボールで買ってやるからヘッドショット頼む。ねえねえ、エレメンタルヒーローアクアネオスはどんな女が好み。そうだな、とりあえず人の名前を遊戯王カードにする女は嫌いかな。やっぱり好きなタイプはタッパと尻がでかい女。それ東堂や。でまあ好きな女のタイプは、顔がいい、太陽みたいな笑顔、完璧なパフォーマンス、まるで無敵に思える言動、吸い寄せられる天性の瞳、そしてとびっきりの組織、星野愛みたいなアイドルかな。星野愛か、愛ね。大きい大きい愛、パーフェクトトレース、コピー。これが私の新しいスタイル、カメレオンだ。必ず私が必要だと、ナギ、いや、反対カレオンでもアクアに言わせてやる。全員ナイン、おう、イレッセ人間、わしの名は、キーにできることはまだあるかい。いねえよ、愛をヤスコの発音で言うな。てか、なんでパワー、うぬ、バカか。顔がいい、太陽みたいな笑顔、完璧なパフォーマンス、まるで無敵に思える言動、吸い寄せられる天性の瞳、そしてとびっきりの組織、わししかおらんじゃろ。トレースしたのが星の愛じゃなく、ファイルーズ愛。番組が終わったら関わることはなくなるだろう。だけど黒川茜は使える。ここで手放すわけには。ザ・ワールド、黒川茜とキスをする、それだけよ、それだけが満足感よ。時は動き出す。実にすがすがしい気分だ。初めての相手はアクアではない、この手をった。さす
かる能力がある。だから泥水で口を洗ってやった。それが一番効果抜群だと分かったからね。それと私は他人の能力をパーフェクトトレースできる。使わせてもらうよ。ザ・ワールド！私だけの時間だぜ。てめえの範囲はたった一つだぜ。たった一つのシンプルな答えだ。てめえは黒川あかねを怒らせ。決着は止まる時よりも早く着くだろう。時は動きやす。よし、邪魔者は消えた。アクア、続きをしようじゃあないか。いや、まず口薄いでくんね。泥が口につくぐらいいいじゃあないか。いや、よくねえよ。口に泥がつくの嫌だって。うわ、なんで、急に泥ついてんだけど。口の中もジャリジャリ。ディープの D、泥の D、ディオの D、これが D キスだ。コラさんが言ってた D の一族は神の天敵ってこういうことか。ああ、まったくいい人生だった。仮の力だ。マジで超わかるよ俺。わかるわけないでしょ。私よりひどい目合ってる人いないから。すげえいい日が続くなと思って油断してっと、いきなりクソみたいなことが起こって全部台無しになっちまうんだよな。悪いことばっかじゃあねってわかってるけど、毎日毎日前にあった悪いことずーっと思い出して、人生どんどん最悪がクソのハンバーガーみたいに積み重なっていくんだよな。どうやって乗り越えたのあんたは。乗り越えてねえよ俺は。ただ俺はこれからクソハンバーガー食ってでもいいぐらい楽しみにしてることがあっから生きてんの。何それ。 HSRX してみてんだ。キモ。次ない毎回私がリアリティショーでやらかして炎上したらよ、誹謗中傷の永久期間が完成しちまうな。誹謗中傷バトルしようぜ。誹謗中傷バトル。誰に助けられたのか知らねえけど、メンタル悪魔的な強さになっとるやん。黒川かね、自分の悪口を SNS に書かれてお前はどう思った。悪口書かれたと思った。大逆転。勘違いしそうだから言っとくけど、そっちはビジネスパートナーだから。アクアと本命なのは私だから。そのアクアはサンシャインの方だし、勘違いされるからやめろ。重曹なめれ元天才子役と俺は付き合ってない。前から言ってるけどさ、重曹なめれ元天才子役じゃなく、私は重厚なめれ元天才子役だ。重厚の加え方ライナーブラウン。あれ、私の勘違いだったかな。カナは10秒で泣ける元天才子役じゃなかったっけ。おい、腹黒かあかねえ。カナさんか、カナ様だよね。腹立つな。次お店にしたら殺してやる。殺してやるからな、姫川。なんで俺。姫川が撃たれた。私相手にノーガード戦法、履き違えんな本番と稽古。神様ってそんな凶暴な性格だったんですか。憧れの神様が凶暴で理解できません。憧れは理解から最も遠い感情で、恋愛リアリティショーなんてぬるま湯使ってたポンプには理解できねえと思うが、これがリアル。弱い奴は死に方も選べねえ。それが劇団ヤババイ。誰かがコインを入れたみたいだね。イエス。魔人か。押しのこのこのここしたんたん、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 押しのこのこのここしたんたん。